今週のゲストは来週この番組で先行オンエアされます撲殺天使ドクロちゃんセカンドよりドクロちゃん役の千葉紗衣子ちゃん、そしてプロデューサーの井村さんにお越しいただきました。千葉紗衣子です、よろしくお願いします。プロデューサーの井村です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ドクロちゃんがいよいよセカンドということで、はい、そうなんです、はい、この番組では前々からドクロちゃんのクリオンエアというのを何度かさせていただいてたわけなんですけど、はい、今回はセカンドということで、はい、ファーストの方も含めてですね、うん、この作品をまずご存知ない方のために、そうですね、いわゆる落ち物系っていうものっていう話らしいですけど、落ち物、はい、ほら男の子、主人公の男の子のところに可愛い女の子が突然やってきて、うん、そう、落ち物っていうなんかってね、なんか言われてるの、やってきたのが撲殺天使なわけです。そうなの、天使なんだけど撲殺しちゃうっていうね、ね、うん、かなり過激な内容で、ファーストの頃もすごい、はい、それで大人気、はい、そうですね、なったっていう、はい、それでなの、そっか、まあ、そういうことに欲しいっていう人が続出だったんじゃないかと思う。僕も撲殺してほしい。すごい武器持ってるもん ね。そう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 、エスカリボルグというねトゲトゲバットを持って、まあ、それ普段どこに隠してるのか分かんないんだけど、そうちょっとね感情がこう感極まったりとかすると突然こうわーって出てきて、主人公のさくらくんをバーって撲殺しちゃうっていう。でも天使だ、そうそうそう、一応その呪文を唱えると元通りになるっていうのがねあるので、ね、これ一番最初にドクロちゃんのファーストの時にお話をもらったのはどういう感じでもらったの、ね、オーディションでした。あ、そうなんだ。テープオーディションで、うん、はい、なのでピピピって言ったの、そうそうそう、原稿に、まあ、抜粋台本があって、うん、で一番最後にその呪文のピピルピルピルピピルピと、あとね、なんかね撲殺されたされたってか、なんかうえーっていうなんか百発の叫びみたいなのセリフもあって、どこにしてもこれね言うんだと思ってやったんだけど、あんまりね言わなかったかな。ただファーストシーズンの時に、うん、天使のそのどこちゃんたちは、うんうん、天使のこう輪っかを取られるとゲリピーになっちゃうっていう話があって、うんうん、その時になんかうえーって言ってやったそうだそうだ、それだったの、うん、それだったかもしれないね。うん、そうそう。じゃあやっぱりこのファーストシーズンから続編のこのセカンドになるっていう話を聞いた時はびっくり。はい、うん、そうですね。あ、またやるんだと思って、ね。まあまたやる。うん、まさかやるとは思ってなかったんで、確かにね。うん、ファーストシーズン終わった時に、あ、なんかこう新境地開拓できてね、良かったなっていうのと、これで良かったのかなって思いと。まあ、そうですね、7-3ぐらいだったの、うん、うん、まあ7が良かったなって思うの、3は3は、うん、どうだったんだろうって、私良かったのかしら、一番最後の人生なって思ってたんですけど、私のキャラクター的にどうなんだろうって、うん、撲殺しちゃっていいのかな、そうそうそう、だけど意外や意外ね、うん、こう周りの反応もすごい良くて、いわゆるスタッフさん制作側の方たちも結構、うん、ドクロちゃんすごいねみたいな、そうだよね、千葉ちゃんあんなのやっていいのみたいな感じだったんだけど、でもすごいみんな面白いって言ってくれて、うん、あ、やってよかったなって思ったから、あ、セカンドシーズンの話が来た時は、あ、またやるんだ、今度はどんなバカなことを一生懸命やるんだろうって思って楽しみにしてたんですけど、結構今回はまあ、第1話第2話とあるんだけど、うん、2話の方がちょっとね、テーマがエロなの、ちょっとエロのお話なので、うん、今までファーストシーズンでもなんかこう、まあ、ちょっとサービス的なものはあったんだけど、ちょっとね今回は割とこう、うん、監督が今回はエロでみたいな、あ、そうね、こう前にね、ひと言監督お願いしますって言ったら、うんうん、あ、2話はエロでお願いしますみたいな感じだったから、どんなと思ったんだけど、それもなんかこう女の子も楽しめるぐらい、まあ、なんかすごいエッチやだって言うんじゃなくて、おかしいぐらいのなんか エロさっていうのかな、分かる分かる、うんうん、それがあるので、まあ、女の子も楽しめると思いますね、うん、今回はだからその、うん、一応そのメインキャラクターがたくさん出てくるセカンド第1話、うん、クラスメートとかをたくさん出して、うんうん、どこじゃの世界を再確認してもらう1話と、うん、あと、まあ、エロの、うん、エロでお色気の2話で楽しみ、盛りだくさんだから、うん、そうですね、でそのオンエアが
来週ということ。そうなんですよ、来週ね先行オンエアね、はい、だからやっぱこう撲殺シーンとかは過激すぎてね、うん、ちょっとカットになってくださいみたいなね、看板が出てたりするんですけど、うん、それも含めて面白いよ ね、うん、ね、そう、なんかテレビ版はテレビ版で面白いなって思った、うんうん、でオープンエンドまた新しく撮ったっていう、はい、そうなんですよ、うん、はい、オープニングは、前回と同じ歌なんだけど、ちょっとまあ撮り直しまして、うん、あとサビの部分も歌詞も変わってるんですよ、ね、うん、でもピピルピルピル言ってる、そう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 、まあね、なんか新しいのを作ろうと思ったらしいんですけど、うん、やっぱあれ以上なんかこうドクロちゃんらしいものっていうのがなんかこうなかったね、ミ、うん、ドロドロドロドクロちゃんって言ってるからね、大受けしちゃった私あれ以上のものを作るっていうのはかなりカラオケでテロップ流れる大受けだもん、そうなんだ、どんな歌だよって思う、ね、そう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 、だからね、うん、まあでも今回もまあバージョンアップして2007バージョンということでオープニング歌ってます、うん、でエンディングは、うん、撲殺温度でドクロちゃん、温度って温度、温度、温度でピピールピールピールピピールピールピール、振り付けとかが決まってるの、特にね考えた方がいいですよ、絶対それがなんとエンディングの映像が、はい、まあ、最近上がってきたんですけど、踊ってるんですよ、あ、それ見てコピーしてるんだ、そうだね、そう、じゃあなんか振り付けで撲殺する振り付けとかあったりとかするんですか、いや、みんなこうちゃんとこう踊ってこういう振りがちゃんと、いわゆるちゃんと盆踊りの振りなんだ、うん、いいじゃないですか、ただあれですよ、来週のお邪魔放送では、はい、エンディングはもしかすると放送の尺的な問題もあるので、じゃあそれが DVD でってことになるわけですね、なっちゃいますね、うん、DVD も、はい、そうです、今月末8月24日に販売されます、はいはい、こちらは、まあ、はい、放送的には乗らない部分が、うん、そうですね、ここでわかります、わかる、わかります、特典なんかもつくんですかね、これ、あ、特典がね、さっき言った必要ないことを一生懸命やってる特典なんですよ、うん、あ、そうなの、まあでも困らなくて面白いですよ、で、うん、はい、僕の人生に大きな影響がありそうな今回、あ、そうなんですか、岡谷先生と監督とイビラさんがコスプレをしてるんですよ、はい、コスプレ、あ、コスプレじゃないですか、あれは、はい、どんなコスプレ、学生服を着てます、あら、はい、才能が開花しちゃう感じの素人が3人でコントをはい、素晴らしい特典じゃないですかまあぜひ見ていただきたいんですけど ね、そちらの方はじゃあ、はい、DVD が今月24日に発売になるということなので、はい、こちらの方でチェックしていただいて、まずはじゃあ、うん、次回の先行放送で、そうですね、はい、楽しんでいただきたいと思いますけれども、はい、放送楽しみなさってる皆さんに最後になりますけど、はい、はい、そうですね、まあまだ見たことのない方も多分いらっしゃると思いますが、ぜひ一度見てですね、スカッとした気持ちになっていただきたいですね、あと先行エアの前に、本日の後、うん、あ、そうだ、はい、直前スペシャルとなりましてですね、まあ岡谷先生と私と2人で、まあ、ドクロちゃんについてちょっと、まあ、そう、短い番組なんですけど、いろいろお話ししてた、あとゲストもお迎えしておりますので、うん、今日は川澄彩子ちゃんが、はい、ゲストに来てくださいますので、3時間半後ぐらいに、うん、そうですね、ちょっとこのチャンネルでこのチャンネルはそのままです、はい、夜も更けきった頃といいますか、はい、朝を迎えようとしている頃にいいんじゃないでしょうか、はい、はい、爽やかな番組そうか、爽やかな、言っちゃった自分で恥ずかしい、朝の一言、はい、そうですね、なのでぜひ見てください、はい、はい、はい、8月の24日に、DVD 第1巻とですね、あとサウンドトラックが同時に発売をすると、素晴らしい、まあ、来週の放送を見ていただいて、はい、ちょっとお試しですけど、気に入っていただいたら、はい、ぜひですね、商品を買っていただいて、特典映像てんこ盛りで、頑張ってますので、ぜひぜひよろしくお願いします、はい、というわけで最後になりますけど、はい、次回の放送をたくさんの方に見ていただくためにも、はい、せっかくさあちゃんに来てもらっているということで、はい、どころちゃんの例の呪文を、うん、唱えてもらって、はい、もう明日からの活力と、あと次回の放送絶対見てねというところで、はいはい、終わりたいなと思います。わかりました、いいですか、大丈夫か、出るか、あ、は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 い、じゃあ頑張ります、お願いします、はい、